竹下製菓株式会社は佐賀県小木市に本社を置く食品会社であるブラックモンブランをはじめとする例下で知られる九州と中国地方の一部で商品展開を行い各種スーパーやコンビニでブラックモンブランなどの商品を販売している主力商品のブラックモンブランは東京都内のサミット関西地方のセブンイレブン等でも販売されている 創業は1894年。設立は1927年11月。ブラックモンブラン、竹下製菓の主力商品で50年以上続く、ロングセラー。バニラアイスをチョコレートで覆い、さらにその外側にクッキークランチをまぶした、アイスバー。1969年に、同社の竹下小太郎が発案したものである。商品名の由来は、小太郎が アルプス山脈を訪れた時に、この真っ白い山にチョコレートをかけて食べたら、さぞ美味しいだろうなと思ったことがきっかけで、アルプスの最高訪問ブランのように、アイスクリームの最高峰を目指すという意味が込められている。当時のアイスキャンディの大半が、甘味料を加えた色水を固めただけの商品だった。また、当時のアイスキャンディは放送紙に社名を書いただけの商品が一般的で、 独自の商品名を付けるのは珍しかった。種類別は1997年までは、ラクトアイスだったが、値上がりや、美味しさ追求のためアイス魅力に変更している。山崎製パンとのコラボレーションで、同社からブラックモンブランパンやブラックモンブランエクレア、が、期間限定で発売されている。本州では、大阪市に本社を置く林中に株式会社が1971年から、 販売している、ほぼ同様のチョコバリが広く販売されている。ミルクックブラックモンブランの姉妹商品で、かき氷ミルクセーキのアイスバー。春夏版と秋冬版の2種類が販売されている。アイスの柔らかさとガリガリとした氷の食感を合わせ持つのが特徴。当たりくじブラックモンブランとミルクックには、当たりくじゲームとして、アイスのバーに、当たりか、 ハズレが印刷されており、商品と同じ値段分の点数を集めることにより、店頭でブラックモンブラン、またはミルクックと無料交換ができる。当たりバーの点数は、商品価格の改定などで何度か改定されており、当たりくじゲームも毎年改定されているが、当たりバーを商品と交換する方式は長年に渡り続いている。 1977年から1982年までの間は特賞500円あたりが設けられており、これは店頭で換金できた。一時期ストロベリーモンブランでは2000円だったこともある。2017年時点では特賞 A、特賞 B があり、あたりバーを竹下製菓に郵送すると、それぞれ1000円分のクエカード、500円分の全国、共通図書カードが返送されてくる。 ちなみに郵送料90円の代わりに商品引き換え券が同封されており、店頭でブラックモンブランまたはミルクック1本と引き換えできる。ダブルチャンスパッケージ裏面にあるダブルチャンスの応募マークを5枚集めて送ると、ブラックモンブランまたはミルクック共通引き換え券1000円分か全国共通図書カード500円分がもらえる。引き換え券はブラックモンブランまたは ミルクックと引き換えることができる。バナナアイスにチョコレートアイスで縞模様をつけた当たりくじ付きアイスバー。バーには虎に引っ掛けたメッセージが書かれている。ブラックモンブランやミルクック同様に当たり、バーを店頭で交換してもらえるほか、特賞あたりも導入されている。マルチ商品。ありがとうございます。